こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。ビハインドザウィンディ前に行きそうです。ジャズマッチそれに続いています。さらにはサントピット、4番メインホルン、その後ろデビルヒズデュー、後方からこの辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭に戻りましょう。ビハインドザウィンディ先手を取りました。その後ろからはサントピット並んで2番ベストパル、マジカルアレグロ、すぐ後ろ内からはメインホルン並んで9番ジャズマッチ、すぐ後ろにザ・ウィックド・ノース、ブラッシュ・ランサム、そのうちに続いています。その後ろにラウンド・プレッセ、さらにはグロニアル・アフェア、その隣にグロリー・ボタン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はビハインド・ザ・ウィンディ、2番手は後継2世、絶好の手応えです。サンド・ピット3番手後継2世いい位置、果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はビハインドザウィンディ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は後継2世、後継2世先頭、残り 200m 後継2世先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。コロニアルアフェア迫る、後継2世ゴールイン、後継2世1着、2着にはどうやらコロニアルアフェア。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。後継2世、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はパセアナハリウッドワイルドキャット、先頭残り 200m ハリウッドワイルドキャット先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。パセアナ追いすがります。一気にアインマシーン、ハリウッドワイルドキャット、ハリウッドワイルドキャット1着、2着にはどうやらエデュケイテッドリスク、勝ったのはハリウッドワイルドキャット、見事な勝利です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。クワイエットベルベール好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してクワイエットベルベール花に立ちます。その後ろからはマニックミレー、この馬も上がっていく構えです。さらにはセーヌブリザード、13番キラーマックス、その後ろグリーングルーム、どうやら後方からの競馬。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはオールボタン、並んで9番セイントドリーマー、マニックミレー、それに続いています。内からはアフターアーク、並んで12番マリーキャプテン、ベガ好位をキープ。その外からクワイエットベルベール、もう一度先頭から見ていきましょう。セイントドリーマー先手を取りました。その後ろにオールボタン、オレンジの帽子、セーヌブリザード、その後ろこれに続いてマリーキャプテン、クワイエットベルベール、それに続きます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはセイントドリーマー、オレンジの帽子、セーヌブリザード、その後ろその隣にオールボタン、その横にマリーキャプテン、その外からマニックミレー、ここでクワイエットベルベール先頭に変わりました。セーヌブリザードほとんど差がありません。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はベガ先頭、リードを広げにかかります。あと 200m、 ベガ先頭だ。後続を大きく引き離した。
伸びてくる馬はいるんでしょうか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。ベガ1着、2着はセーヌブリザード。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ベガまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。プレミアムスワロー、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ドルフィンストリート前に行きそうです。グレートトリック、それに続いています。さらにはミレニアムスワロー、14番グリーンテューン、その後ろ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはミレニアムスワロー、内からはグレートトリック、トロットサンダー、好位をキープ。内からはバラシア、パッションオレンジ、そのうちに続いています。その隣にザドーン、ジェントルピール、そのうちに続いています。その外にドルフィンストリート、さらにはグリーンテューン、並んで16番フェアウェイ、ブレイクウェーブ、すぐ後ろ。これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。先頭に戻りましょう。パッションシュバリエ、先手を取りました。4番トロットサンダー、2番手を追走しています。トロットサンダー早くも先頭。パッションシュバリエ、ほとんど差がありません。さあトロットサンダー逃げ切れるか。トロットサンダー先頭、差はほとんどない。2番手はバラシア、残り 200m。 トロットサンダー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。バラシア迫る。トロットサンダーもう一伸び。トロットサンダー、トロットサンダー1着、2着にはどうやらバラシア。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダーまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのは新興ラブリー。綺麗なスタートを切りました。レモンスフレ前に行きそうです。新興ラブリー、それに続いています。さらにはサイエダティ、11番サンライトアラート、その後ろ。それでは先頭から。先手を取ったのは新興ラブリー、その外にレモンスフレ、サンライトアラート、そのうちに続いています。その外にカリビアンオーシャン、その外からムートジュニア、その外にオートアロマ、ホットスコープ、そのうちに続いています。内からはサイエダティ、その外からクドジェニー、内からはアランバンナ、その外からソウルスルー、内からはクイーンツイスト、しんがりからハーレイディチップ。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。前に戻りましょう。ここでレモンスフレ先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。マウントウィング、レモンスフレ2番手に控えました。オートアロマ3番手。さあ新興ラブリー、このまま逃げ切れるでしょうか。ここで先頭は新興ラブリー、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 200m。 新興ラブリー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。新興ラブリー先頭、サイエダティ。新興ラブリー追いすがります。サイエダティ、サイエダティ1着、2着にはどうやら新興ラブリー。勝ったのはサイエダティ、見事な勝利です。
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭はサクラホープ、サクラホープ先頭、残り 100m、 サクラホープ先頭、オリーブヘブン迫る、サクラホープ先頭だ、サクラホープ一着、サクラホープ一着、2着にはどうやらオリーブヘブン、見事に勝ちました。サクラホープテームスピード完敗です。着外に沈みました。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭はノーブルゲラ、ノーブルゲラ先頭、2番手はメイハイシーザー、メイハイシーザー追いすがります。外から一気にオフサイドトラップ、ノーブルゲラ、ノーブルゲラ1着、2着にはどうやらオフサイドトラップ、勝ったのはノーブルゲラ、オフサイドトラップ2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。短い直線に入って、後続は届くかどうか。ここで先頭変わりました。先頭は伊高マリーン、大鳥ジャック、先頭、大鳥ジャック、先頭、伊高マリーン追いすがります。大鳥ジャック、大鳥ジャック1着、2着にはどうやらブロンズバルカン、見事に勝ちました。大鳥ジャック、ブロンズバルカン2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。